自民党安倍派の政治資金問題をめぐり萩生田政調会長が先ほど岸田総理大臣に辞表を提出しました萩生田氏は国民の皆さんに疑念を抱かせることになりまた政治不信を招くことになった責任を感じて辞表を提出したと述べました岸田総理は次の政調会長を決めるまでの間責任を持って仕事を進めてほしいと伝えたということです 萩生田氏をめぐっては、安倍派の政治資金パーティー収入のキックバックを受け、収支報告書に記載していなかった疑いが持たれています。萩生田氏は、今回のことが原因で閣僚や副大臣が辞任する事態となるなら、党幹部としての責任も大きいと述べ、自ら政調会長の職を辞する考えを示していました。